皆さん、明けましておめでとうございます。モンスターハンターワールドプロデューサーの辻元です。去年2017年はですね、E3 で、モンスターハンターワールド発表させていただきまして、その後ゲームズコン、東京ゲームショー、そしてパリゲームズウィーク、PSX など、様々な場所ですね、出展してさせていただいたりとかですね、ファンの皆様にお会いさせていただいて、いろいろお話もさせていただいて、本当にですね、充実した1年でした。さらにですね、年末12月のベータテストでもですね、多くの方に、プレイしていただき本当にありがとうございます。いよいよですね、モンスターハンターワールドのコンソール版、今年の2018年の1月の26日に金曜日ですね、ワールドワイド同日発売となります。皆さんぜひ楽しみにしていただけたらと思います。そしてですね、PC 版ですね、こちらの方ですがですね、今頑張って作っておりまして、2018年の秋頃にリリースできる予定で今開発を進めております。またですね、詳しい日時に関しましてはですね、情報のアップデートがあり次第皆様にお伝えいたします。そしてですね、モンスターハンターワールドの方ですが、1月の26日金曜日にコンソール版が発売した後もですね、モンスター追加とかのですね、数回のアップデートも考えておりますので、より長く皆様に遊んでいただけたらと思っておりますので、ぜひよろしくお願いします。それでは皆さん、2018年もぜひよろしくお願いいたします。